さん近藤さん2番目やな、すごい。ちょっとお話を聞いてくる顔もやな。そうですね、胴体です。次の動画で流れるんですけど、これは今新しいこのスタブルから、はい、後ろがスパイクローラーっていう。かごとかやっぱりサイド性が。3キロ行かないぐらいですよ。鹿児島鹿児島はい伊豆じゃん、仙台ですね。仙台ですそのままやって、その後そのまま向かって、そうですね、やっぱり全然その下り方が全然違うんで、だからその後のロータリーどうしてもありがとうございます。ただ、左に行っても
設定画面が英語教師のものが残っていたりとかで一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CHC ナビであれば全て日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。さあ本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人でに動いている様子ご覧いただいております。こちら位置情報のテラスを借りまして、トラックがマッチングのようにハンドルが自分で動いてくれるようというものになっております。さあ位置情報のテラスを借りまして、トラックの自分が自分で動いてくれるようになっしやすいですし、中を見ていただいたら終了センサーとあと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。ご来場のお客様にご連絡いたします。産直コーナー